ランカスター公領大臣はイギリス政府の大臣職。ランカスター公領の領地と租税の行政を担当し、首相の勧告に基づき、イギリスの君主によって任命される。ランカスター公領大臣は公領の統治について議会に責任を負う必要がある。しかし、実際には公領の日常業務にほとんど関与せず、 別の業務を行う子さんの政治家が兼任することが多い。ランカスター公領大臣は、元はランカスター公領とランカスター王権白領の日常管理を担当する官僚だったが、現代では代理の官僚が業務を遂行するようになり、ランカスター公領大臣は大臣職務がほとんどない、ただの内閣の一員となった。そのため、特定の領域の政策を担当する者の,の対応する。 部門のない新山の閣僚が就任することが多い。1491年、ランカスター王権閣僚副大臣という官職が創設された。現代において、この官職には、イングランド北西部で職務を行う高等法院の公平法部の裁判官が任命され、公僚の法務官として同職に任命されることはなくなった。現代において、 ランカスター公領大臣は職務に平均で週に1日を費やしている。1868年約束先生法に基づき、ランカスター公領大臣は中性先生と就任先生を行う必要がある。官職である、ランカスター公領大臣は、ほぼ無人書大臣と同義であり、例えば1929年に成立した第二次マクドナルド内閣で、 ランカスター綱領大臣に就任したオズワルド・モズレーは失業問題への取り組みに集中した。1975年大臣職等報級法に基づき、ランカスター綱領大臣は報級をもらう権利があったが、第三節では、ランカスター綱領大臣の報級から、兼任職の報級を差し引くことを定めている。ランカスター綱領大臣という公職は内閣府の一部である。 1997年から2009年まで、ランカスター公領大臣は、内閣府大臣を兼任した。例えば、アラン・ミルバーンが2004年に、トニー・ブレア首相の任命を受けて、ランカスター公領大臣に就任したとき、同時に入閣して、内閣府大臣に就任している。しかし、2009年に、ゴードン・ブラウン首相が内閣を改造したとき、ランカスター公領大臣に任命されたのは、 貴族院院内総務のブレイスドンのロイヤル、女男爵、ジャネット・ロイヤルであり、彼女は内閣府大臣を兼任しなかった。2010年5月12日に成立した第一次、キャメロン内閣でも貴族院院内総務である、ストラスクライド男爵が、ランカスタ公領大臣を兼任した。近年の大臣は、以下の通り、ありがとうございます。